会長として改めてお詫びを申し上げるとともに、再発防止に全力で取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。誠に申し訳ございませんでした。奥野君。組織として謝罪ということでありましたが、これコンプライアンスの問題なんですけど、なぜこういうことが起こったかよくわからないという話でもあったんですが、従前 NHK プラスを導入したときにですね、事前に設備の導入なんかもあったように私は伺っているんですが、その時できたから今回もというそういう安易な気持ちがあったんではないでしょうか。 NHK はいかがですか。稲葉会長。お答え申し上げます。2020年4月から本格的に始めた NHK プラスについてでございますが、事前に同時配信業務の開始に向けた制度の整備を行うとともに、2015年度から2018年度まで試験的提供の施行を行ってまいりました。また各年度の予算にはインターネットサービス基盤強化として計上してございました。設備については試験的提供の際に整備したものを回収して対応しているということでございます。一方、今回の事案につきましてはその予算に計上しておらず、事前に何らかの意思表示も行われておりませんでした。繰り返しでございますけれども、今回の事態を踏まえまして、協会の意思決定のあり方、組織風土のあり方の、ガバナンスに問題がなかったか検証し、二度とこういうことこういった事態を起こさないよう全力を取り組んでまいりたいと思っております。奥野君。これ総務省に確認したいんですが、これは違法じゃないと、今回の件放送法違反ではない疑いがあると思うんですが、総務省の見解ですね、放送法に当たる違反に当たるかどうか。松本総務大臣。はい。今回の件でございますが、NHK のインターネット活用業務にかかる設備調達に関する内部手続きが適切でなかったものの、違法性が疑われる支出が、失礼。認められず、また、NHK の執行部が新体制になった本年4月に稲葉会長の下で、問題の所在に NHK 自らが気づき、支出前に過去の稟議に基づいて、NHK の内部の、過去の稟議について NHK 内部の規定に基づいて是正を行い、目的を明確化し、今後とも違法な支出が行われないよう対応したと承知しており、放送法にのっとったものになるよう処理が行われたと承知をしております。放送法に基づいて、引き続き業務予算の執行をお願いをしていきたいと思っております。奥野君。総務省だって、ね、放送質がないから放送違反じゃないとおっしゃってるんですけど、これ体制が変わって気がついて執行を止めたからなんですが、少なくとも国会審議中はそういうことが後ろにあって、そういうことを含んだ予算が我々は知らずに質疑してたわけですよね。で今回悪く言えば、はっきり言えば未遂ですよ、未遂。気がついたから止まったと思いましたけども、そのまま体制であれば執行されてた可能性、執行された可能性が高いわけですから、国会の立場からするとですね、そういう違法性を含んだものを審議するというのは国会軽視だと思うのは強く申し上げておきたいというふうに思います。そんなことは二度とないようにですね、申し上げておきたいと思います。さらにですね、いろんな新聞記事が出てきて、その内部の資料とおぼしきものがどんどん NHK から出てきてですね、6月5日の朝日なんかもですね、匿名監査、これ内部監査だそうですね、会長が命じた内部監査で、監査いろいろあって、監査委員会の監査もあれば、全くこれ会長がやられているような社外、協会外のに多くの人を入れてやるような、いろんな形の監査があると思うんですけれども、これ内部監査、匿名監査と内部監査なんですが、その内容がとされるものが新聞資料に出てきてですね、朝日の記事によると、匿名監査の結果、稟議が前田氏の意思決定を受けた伊藤氏主導で実行され、役員らが稟議書の記載を総理所承認し、会長決裁に至ったと認定されるという書かれているわけですよ。でこれ今日は僕前田会長、前会長をお呼びしたんですが、
なかなか民間になられたということで、与党側から受け入れていただけませんでした。前田会長に来ていただくのは一番早いんですが、この監査の中でもですね、前田会長に聞き取りをした中で、先行投資は必要であり、関係役に説明するように指示したと、こういうのもあるわけですよ。だから、前田会長に来ていただきたいという話と、この監査資料、それから稟議書についてですね、ぜひ理事会の方に提出いただきたいんですが、いかがでしょうか。根本日本放送協会理事。お答えいたします。稟議書は、事業内容などが記載されている内部の決定のための文書でありまして、公表差し控えたいというふうに考えてございます。また匿名監査の結果につきましては、個人情報保護の面もございますので、公表は差し控えたいと考えております。奥野君。理事会ですから、黒塗りで出していただいてもいいと思います。理事会でのお取り計らいをお願いします。はい、ご理事会で協議いたします。それで、こっちは読み入りの記事だったんですが、その前に、理事懇の場でも話がありましたけれども、あるいは、経営委員会の場でも議事録に出てますが、服務準則、役員の服務準則、忠実義務違反に該当すると、こういう話でありました。で、同時にその報道の中で、関係者3人の再就職が白紙に戻されたと、記事によれば、正垣副会長、それから、伊藤前、専務理事ほかということになってますが、忠実義務違反って非常に重いんですね。法令違反、これを見ると、放送法、その他の法令、定款及び協会の初期規定を遵守しと、遵守義務を怠ったということで、非常に重い、先ほど違法性がないと言ってましたが、これが服務準則違反に該当するとすれば、違法のそれもさっきの記事にあるように、協会が認定してるんじゃないかというふうに思うんです。で、伺いたいのは、この3人が再就職、白紙に載せたというのは事実ですか、その理由は何ですか、で他に稟議に関係した役人、これ、朝日の記事だと9人と言ってます。昨日の部門では6人ないし、会長入れて7人なのかなという話がありましたが、何人ですか、で差し支えない範囲で具体的な名前、お名前を伺いたい。そしてそれらの関係者についてどのような処分が、ごめんなさい、さっきの3名のほかに関係者について処分があるのか、ちょっと盛りだくさんになりましたけれども、まとめて伺いたいと思います。井上日本放送協会副会長。答弁申し上げます。先ほどのご質問にありました3名の再就職先につきましては決まっていないというふうに承知しております。で、個別のこの他の人事につきましてはお答えを控えさせていただきますけれども、適材適所で行われるものと承知しております。で、稟議に関与した役員につきましては、正垣前副会長、林専務理事、伊藤前専務理事、小玉前理事技師長、熊野御堂理事、山内理事の6名でございます。奥野君。と重ねてになりますが、確か明確にその職務専念義務違反という言葉も、忠実義務違反だ、忠実義務違反ということも議事録に出てきてますし、それが役員に認定されたとすればですよ、普通は懲戒処分ということになるんですが、でも役員はその懲戒とかないようなんですが、何らかのその処分があり得るということなんですかね。井上副会長。答弁申し上げます。個別の人事につきましてはお答えを控えさせていただきたいと、今後も適材適所で、行われていくというふうに承知しております。奥野君。普通はですね、認定がされれば何事もなしというわけには
おそらくいかないんだと思いますし、まあ、ここで、まあ、組織内の話ですからこれ以上詰めませんけども、決まった際にはきちんと理由も含めて国会の方にもご答弁いただきたいというふうに思いますが、そこで問題になるのがですね、最終決定権者は前会長なんですね。で、職務宣言、注意義務違反が問われる文書に最終意思決定権者である会長が署名をしたということになると、当然前会長の責任も問われるということになると思います。で、これあれなんですね、その現執行部というよりは経営委員会だと思うんですよ。で、経営委員会は以前もですね、上田会長に注意をしたりですね、監督権限をしっかり行使されてこられたと思うんですね。で、今回の件について、前田前会長の責任について経営委員会としてどう考えられているんでしょうか。森下会長、森下委員長、はい、森下日本放送協会経営委員会委員長、お答えいたします。本件は令和5年度の NHK 予算あるいはインターネット活用業務実施基準実施計画の審議の際には全く説明がありませんでしたし、資料にもそういう記載がありませんでしたので、経営会としては全くそれについて議論もチェックすることもできませんでしたけど、まあ、そういった意味では経営会としてはこのような事案は極めて遺憾であります。そういった意味では事後対応として執行部や監査委員会から報告を受けてきちんとガバナンスを聞かせていきたいと考えております。なお先ほどの処分等については基本的には現執行部でまず検討していただいて経営委員会に報告していただくというのは普通でございます。以上お答えしました。奥野君。ちょっと違うと思うんですよね。そのまあ、できる範囲、その最終借用をストップするとかですね、退職金を支払わないとか、そういうことは現執行部の判断、足りうると思うんですが、それとは別に、経営委員会の監督責任というのはあると思うんですよ。で、当時の業務執行体制が正しかったかどうかということは、きちんと経営委員会で検証の上、防止策を講じられるのが筋だと思うんですね。議事録、経営委員会の議事録を読むと、会長は経営委員会の側でしっかり防止策を講じてくれと盛んにおっしゃっているんです。これはその通りだと思うんですね。執行部側でできることは限界がありますから、監督機関としての経営委員会がきちんと主導して再発防止策も含めて、正していくと、監査員がきちんと調べ上げてそれを報告をし、経営委員会としてきちんと答えを出していく、その中には前会長の責任問題も含めてですね、しっかり議論をして答えを出すということだと思うんですが、その責任を、果たさないということですか。森下経営委員会委員長、お答えをいたします。まずは本件のような案件につきましては、執行部の執行段階の段階でございますので、5月16日の経営委員会では再発防止策の検討をめぐって執行部と経営委員会で議論いたしました。その結果、再発防止策は契約の手続きあるいは稟議の在り方、予算執行の意思決定の仕組み、自粛管理、こういったものは業務の執行に関わる内容でございますので、実効的な再発防止策を検討し、実行する観点から、執行部がまず案を作っていただいて、再発防止策を作っていただいて、経営委員会に報告していただく、でその上で監査委員会が監査をして、経営委員会としての判断をするということでございます。いずれにしましても、先ほどお話ししましたように、事前に説明のない、あるいは全く資料にも載せられていない案件について、事前に予見して経営委員会でやることは困難でございますので、まあ、そういったことについては、事後対応として、執行部、あるいは監査委員会から報告を受けた後に、きちんとガバナンスを聞かせていた、いきたいという趣旨でございます。奥野君。事後的にきちんと検証して、やられるのが筋だと思いますよ。会長のところで個別に機関を作ると言ってますが、私は、まあ、それは必要ないとまでは言いませんが、本来経営委員会がやるべき仕事であって、監査委員会からきちんとして、報告を受けた後、経営委員会がきちんと再発防止策を積極的に講じるべきだと思うんですね。で、盛んにその報告がないから知らんとおっしゃってますが、そもそも報告がないような経営委員会の在り方が私は問題だと思うんです。経
委員会制度がなぜ設けられているかというと、国が直接 NHK をに監督権をなるべく行使しないようにという、まあ、先人の知恵ですよね。ボードを作って報道機関へ政府の介入を防ぐという意味で権委員会があるわけですよ。だから権委員会はそういうことも含めてきちんと日頃から監督しなきゃいけないんですね。で、盛んにその、業務執行とおっしゃいますが、放送法上は業務執行しちゃいかんとは書いてありますが、執行についての意思決定、そこの監督機能は明確に、権委員会があると思うんですね。そもそも報告がないということ自体、今の権委員会の機能してないということは私は示していると思うんですよ。で、監査員今日来ていただいてますが、まあ、監査員としてこの問題ですね、どう捉えているか、違法性の問題、それから私はもっと経営委員会は積極的にガバナンスに関与すべきだと思いますが、監査委員はいかがですか。大草監査委員会委員。お答えいたします。監査委員会としての認識についてでございますけれども、協会自ら問題に気づいて、違法の恐れがある状態を早期に是正したというのは、まあ、確かでございますけれども、重要な経営判断を適正な手続きなく進めたことは大変遺憾でございます。まあ、協会内の各種手続きや、予算、事業計画との関係における説明など、まあ、いろいろと確認ポイントがあったはずですが、各段階で責任を持ってチェックする必要があったというふうに認識しております。またそもそも重要な案件を持ち回りで決めていたということのリスクを強く懸念しております。倫理規定につきましてもですね、確かに改覧されていないわけですけれども、経営の意思決定プロセスが倫理規定も含めて適切なものであるか等、この機会に見直すとともに役員会のオープンな議論や経営層と職員の意思疎通など舵通しの良い組織風土への改善が必要であると、まあ、監査委員としては考えております。まあ、そういうことで、引き続き、ガバナンスの、内容を、高度化してまいりたいと思っております。奥野君。まあ、だからちゃんと監査委員はしっかり仕事してるわけですよね。だからやっぱ経営委員会はそれを受けてきっちりまとめるべきじゃないですか。でちょっと時間、持ち時間、会派の持ち時間の範囲内でありますけれども、会長、その外部の人間を入れて会長直属の検討をするとおっしゃってますが、これわざわざする理由は何なんですかね。今ちゃんと監査委員も機能していて、経営委員会がきちんと、私はこういうことをもとに再発防止策をまとめればいいと思うんですよ。で別に経営委員会で外部の意見聞いちゃいけないって話はないでしょうから、きちんと外部から弁護士とか入れて必要があればやればいいと思うんですけど、これこそまさに経営委員会の仕事だと思うんですが、なぜ会長わざわざ別の機関を作るんですか。はい、稲葉日本放送協会会長。お答えいたします。再発防止策につきまして、経営委員会に今回の案件を報告した際に再発防止策をまずは執行部側で考え、それを経営委員会に諮るということになった次第でございます。でこのため私がの直下に弁護士などからなる検討会を設置して、ガバナンスの在り方を改めてチェックするということにいたした次第でございます。奥野君。まとまったらしっかり国会に報告していただきたいんですが、いつ頃まとまるのか、2つ質問、まず、今の話だと議事録に明らかなんですが、会長は経営委員会でやってくれと言ってるのに、経営委員長がそれをかたくなに拒んで、こういうことになったと、こういうことのようですが、そういうことですよね、会長、委員長。はい、森下日本放送協会経営委員会委員長。はい、お答えいたします。5月16日の議事録をよく読んでいただきたいと思いますが、先ほどありましたように、会長と経営委員会では真摯に議論いたしました。で、その結果ですね、基本的に先ほどお話ししましたように、これは契約の手続きとか、倫理書のあり方とか、あるいはどこでどうやって意思決定されたのか、まあ、そういったことは、業務の執行の範囲内ということですね。で、先生ご承知のとおりですね、経営委員は、協会の業務の執行に対して、それはできないというふうに指定されておりますので、ですから、
先ほど来お話しておりますように、この16日の議論の時でもですね、私どもが言ったのは、業務の執行に関わることは、執行部の方でまず検討してくださいと。で、それを経営委員会に挙げていただいて、で、経営委員会では意見は言いますと。ですけど、執行のやり方を経営委員会がこのやり方はまずいよと、この稟議書はやり方はおかしいんじゃないかというのは、これは明らかに執行の中身に関与する話ですから、ですからそういった意味で、そこではしっかりと執行の範囲と、それから監督の範囲を分けてお話をしているつもりです。そういった意味で、16日の議論、真摯な議論を行った結果ですね、執行部の方で、会長以下で、まず実効的な案を作ると。で、それを経営委員会に挙げていただいて、経営委員会で全体的な再発防止策を検討しますと、そういう結論に至ったということでございます。以上です。奥野君。ちょっと経営委員長、誤解されておられるんですが、業務の執行を監督しているわけだから、執行のやり方に口出せないっておかしいと思うんですよね。あれ、放送番組の中身に口出しちゃいけないってのはそうだと思うんですけど、執行の中身に口出すのは、経営委員会の私、役目だと思うんです、むしろね。執行経営委員会が自ら執行に乗り出しちゃいけないとは書いてあるんだけど、執行の監督で執行に口出しちゃいけないっては書いてないんですよ。で、それが証拠に上田会長に注意されたじゃないですか、番組の内容について。あれ、執行の内容について口出してますよね、経営委員会。そういうことの違いを伺いたいのが一つ。から最後に、経営委員長と会長ですけど、再発防止策取りまとめられるとおっしゃってるんですが、いつまでに取りまとめて、でそれをきちんと取りまとめられたら公表し、その上、国会に提出していただきたいと。ということをお願いして、したいと思います。はい、森下経営委員会委員長、お答えいたします。先ほど話しましたように、放送法に、協会の業務を執行することはできないと規定されておりますが、その範囲ではですね、例えば執行のやり方の中には契約のやり方とか稟議書のやり方とか会議のやり方とか、まあ、そういったことはまさに、業務の執行の方法でありますので、それを指示するという、こういうやり方でやりなさい、こういう稟議をやりなさいというと、それは執行の中に関与したことになるというような、私どもは解釈をしております。まあ、そういった意味で、先ほどお話ししましたように、やっぱり実効的な再発防止策を検討するのは、実行部隊、予算を執行する執行部が案を作っていただくのが一番適切であると。でその上で私どもは監督、役員の職務の執行の監督という義務がございますので、それを提出していただいて、監督をする立場からきちんと意見を述べると、まあ、そういう趣旨で整理をしておるのでございまして、そういった意味では、しっかりと法の精神に乗って対応しているという考えでございます。稲葉日本放送協会会長。今回の問題では、稟議の在り方など、経営の意思決定の仕組みやその在り方に関して、曖昧な点があったために、誤った形での意思決定がなされそうになったというのが最大の問題点だと考えてございます。で、こうした協会のガバナンスの不備を是正することがまず重要だというふうに考えてございまして、まあ、先ほど申しましたように、私の直下に弁護士などからなる検討会を設置して、ガバナンスの在り方を改めてチェックすることにしてございますが、一応、7月末には一定の方向性をまとめてもらいたいというふうに考えてございまして、再発防止策を含む検討結果につきましては、国会など関係する方々には、結果がまとまり次第、ご報告させていただきたいというふうに考えてございます。奥野君。まだまだ経営委員長とやりたいところですが、どの方もいらっしゃるので、私はこれで終わりたいと思います。